サイコパス治療はまた次の段階へ。ストレスや精神疾患などで色相が悪化すると最悪の場合、潜在犯と認定され更生施設へ。しかしこの抗精神剤ラクーゼがあればもう大丈夫。ラクーゼです。新しいラクーゼは色相の変化に合わせ6種類が登場。独自成分アドミンが悪玉精神物質を強力にブロック。ぜひ試してください。ラクーゼであなたのサイコパスをクリアに保ちましょう。ラクーゼです。お願いします。18時ジャスト、過去3回の爆破事件と同様、大手動画サイトに犯行声明がアップされたわ。我々はシビラシステムに騙されている。事件現場のサイマティックスキャンには、爆発後に急激な色相の悪化を示した人物が記録されていた。急激な悪化。カラノモリさん、その人物と犯行声明の男のアコード。骨格から生態を予測、動画の声と重ねてみれば。ビム、男の名は北沢明、ビル解体現場の監督官よ。解体作業員、爆弾のプロですね。北沢の移動経路をスキャニングトレース、周辺の詳細地図とセットで。了解。現場の検証はドローンに一任。下月監視官、ルートの変更を。了解です。解体請負業者の危機管理倉庫、20分前に彼が入ったことがモニタリングされています。犯行声明ではさらに複数の爆弾の存在をほのめかしていた。状況は最悪だな。ええ、不安を募らせた市民のエリアストレスが一気に上昇する可能性もある。作戦は2係と連携して行います。猪座さん、下月監視官のフォローを。了解。東金執行官、日中執行官、着任早々厄介な事件で悪いけど無理はしないでください。了解です。携帯型心理診断、鎮圧執行システムドミネーター起動しました。ユーザー認証、常森茜監視官、公安局刑事課所属。使用許諾確認、適正ユーザーです。Make it!
ここからの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。先輩、なぜ突入ではなく待機なんですか？どうして北沢は過去の爆破でサイコパスが濁らなかったと思う？北沢は解体現場の監督官です。爆弾を作るのは難しくないはずです。いや、それは通常業務内での話だ。口を挟まないで、執行官。普通ならテロを計画した時点でサイコパスが悪化するはず。色相がクリアなまま何度も爆弾を用意できるわけがない。だが事実、北沢のサイコパスは爆発後に急激に悪化した。つまり何らかの手段で自分の色相をクリアに保ち続けた。それ今関係ありますか？事件解決するのに必要なことでしょうか？常森監視官、私も突入すべきだと思う。こちらは公安局です。エリアストレス警報を発令します。過去の爆発の影響でエリアストレスの上昇が桁違いよ。新しい潜在犯が生まれる前に急いで犯人を仕留めないと。しかし時間が惜しい。二係突入。待ってください。先輩、私たちもダメよ。どうしてですか？青柳さん、聞いてください。今回の連続爆破事件による死傷者はゼロ。犯人はあえて一般人の被害を抑えたとしか考えられない。なら犯人の目的は？爆発により想定される事態として確実なのはまずエリアストレスの上昇。やけに寒いよね。そしてもう一つは自分を追跡する公安の存在。それって犯人は私たちを挑発し待ち伏せている可能性が高い。まずい、外に。どうやらあなたの推測通りらしい、常森監視官。行くわよ、大和屋。了解。下月監視官、警戒して。分かってますってば。逃がす。オートドライブ。危ない。陽動か。大丈夫、監視官。ありがとう。監視官。背中を。東金さんと日中川さんは犯人の追跡を。ここは私が対処します。はあ、逆でしょ普通。執行官を盾にすればいいのに。対象の脅威判定が更新されました。執行モードデストロイ・デコンポーザー、対象を完全排除します。ご注意ください。大丈夫ですか先輩？犯人を追うわ、急いで。心配してあげたのに。
単独での行動は制限されています。分かっているはずでしょう。現在犯人は国道20号線を新宿方面に逃走中。ルートを制限し代々木公園付近に追い込みます。下月監視官は執行官とともに近隣住民の避難を。それって私のサイコパスが濁ることを心配してくれてるんですか？見くびらないでください。私だってもう1年半も監視官を続けてるんですよ。自分のサイコパスくらいクリアに保ってみせます。大した自信だな。二係、止水です。状況に変化が。犯人が人質の女性を解放した模様です。このタイミングで？私も不自然に思うわ。空の森さん。はいはい、来ると思ってたわよ。これは開けてびっくりね。犯人から遠ざかってる人質ちゃん。そんな人は存在しません。ホログラム？人質が？これはおそらく罠。はい、北沢は学生時代優秀だったにもかかわらず職業適性判定により色相の濁りやすさを指摘されエリートの道を断たれた。その過去と犯行声明、倉庫での行動から導き出される結論。彼は社会への報復をなそうとしているんです。公安への攻撃によって追跡してくる我々の排除に最も効果的な手段、それは人質を解放しての誘導。彼女を追いかけた先に待っているのは爆弾です。その罠が公安局員をおびき出して殺すためだっていうの？止水さんは爆弾の確認と撤去を。犯人はこちらに任せてください。了解、確認する。まだ間に合う。299。なるほど、299が常盛のやつ。それって、行くぞ、監視官を援護する。なんだよ、撃てばいいだろ。お前が正しいならよ。撃たないわ。今撃てばこの銃はあなたを殺してしまうから。市民の皆様へお知らせします。こちらは速やかに避難してください。こっちです。慌てないでください。なんで私がこんな。木野田君、何をしているの？私たちの目的は犯人の排除のはず。常森は可能性に賭けようとしている。しばらくあいつの愚かさを見逃してやってくれないか。変わったわね。あいつと長いことやっていればこうもなる。
ティナザさん、隣のビルに2係の執行官が。分かった。待ちなさい。何なのよ。299って、そういうこと。信じられない。これが監視官の取る行動なの。理解を超えたものから目をそらして否定するだけじゃ、いつか後悔することになる。目の前の現象を事実として受け入れろ。それが大人になる近道だぞ、お嬢さん。シビラの作った社会に支配されてるんだ。そんなのおかしいだろう。可能性も未来も勝手に決められて、一部の勝ち組だけが得してよ。じゃあ他のやつはいらない人間だったのかよ。いいえ、そんなことない。必要よ。あなたも、あなたの作った爆弾も。先輩、何言ってるんですか。社会が必ず正しいわけじゃない。だからこそ私たちは正しく生きなければならない。間違いを正したいというあなたの心も、あなたの能力も、この社会には必要なものよ。社会は一人一人が集まって作られるもの。あなたが正しくあることが社会を正しくすることでもある。あなたの正義は尊いものだから。お前は部品なんかじゃない。社会が強制しても抗う心がある限り、一人の人間だ。東金さん、何チンタラやってるんだか。刑事課登録執行官、臨執行対象です。銃を下ろして。ディノザ君、何なのこれ。犯罪係数299、対象の虚偽判定が更新されました。執行モード、ロンリースク、パラライザー。落ち着いて照準を定め、対象を無力化してください。執行します。皆さんのおかげです。ありがとうございました。執行対象の犯罪係数が下がるなんて、イレギュラー中のイレギュラーなのに、それを当てにしてこんな作戦を立てるなんて。生かしておく価値がない。シビラはそう判断したんですよ。なのに。でも最終的にはシビラもその判定を覆した。色相をクリアに保ったまま爆弾を作った方法を明らかにする必要がある。今後のためにもそう判断しただけよ。先輩、あなたは間違っています。ささやく天使は落ちて、優しく君を kiss、 そして抱きしめ
偽りは偽りであって、存在に対する無ではない。君たちはそれを見誤った。だから僕は犯罪係数48、刑事課登録監視官。警告、執行官による反逆行為は記録の上本部に報告されます。うわの始まりだった。私という色を問う私自身の戦いの。